川尻哲郎は、東京都中野区出身の元プロ野球選手、監督、コーチ、野球解説者、実家は酒屋を営む。日大二校では、1986年の第68回全国高等学校野球選手権、西東京大会で準決勝に進出するが、野林大輝のいた日大三校に延長13回サヨナラ負けを起死し、甲子園出場はならなかった。 高校卒業後は、アジア大学に進学。同期に、小池秀郎、高津慎吾両投手がおり、あまり当番機会には恵まれなかった。一年上にはプロでも、同僚の弓永達弘がいた。東都大学リーグでは1990年に、春秋期連続優勝。リーグ通算24試合に当番し4勝を1敗。大学卒業後は、日産自動車に入社。投球フォームを、 サイドスローに変えて、頭角を表し、チームのストッパーとなる。1992年にはチームを都市対抗出場に導き、1993年にも須津自動車に補強され、前年に続いて都市対抗に出場。同年の社会人野球日本選手権では、準優勝、関東賞を獲得する。1994年には3年連続となる都市対抗出場。 社会人野球日本選手権では2年連続、準優勝と大活躍、同年の第32回ワールドカップ、日本代表にも選出される。1994年度ドラフト会議にて、阪神タイガースから4位指名を受けて入団。担当スカウト菊池敏行。1995年4月28日のヤクルトスワローズ戦では、プロ初登板初勝利。 その後も先発ローテーションに入りチーム2位の発祥を上げる気ながら規定投球回もクリアした。1996年は開幕当初はアマチュア時代の経験を変われ、リリーフで開幕を迎えたが内容があまり良くなく、同じく先発で、結果のでなかった隔離竹雄と入れ替わる形で先発に復帰。先発では復帰1戦目の対広島7回戦で1。 安田関東負けの不運もあったが会に低迷する、チームの中リーグ3位の自己最多となる13勝を挙げ、防御率でも4位になる、9月には月間 MVP を獲得する。以降は、同い年のヤブケイチと共に1990年代、後半、低迷期の阪神を支える存在となる。1997年には、開幕投手を務めた一方で、5勝14敗に、 西部の成績で終わった。同年は各地の球場で試合中にレーザーポインターで投手の視界を遮るいたずらが多発し、レーザーポインターは翌年1998年5月の甲子園での試合ではヒーローインタビューに応じる川尻の顔に赤い光線が何度も走る様子が TV 画面ではっきりと映り各局のニュースでも取り上げられ全国的な話題となった。 同年オフ、プロ野球脱税事件に、国母勇気、春と塩らと共に関与していたことが明らかとなり、翌1998年に3週間の出場停止処分を受けることとなった。1998年、処分が解けた後は、総崩れの投手陣を救う投球を見せ、5月26日の1中日ドラゴンズ戦では、矢野照弘とのバッテリーで、ノーヒットノーランを達成。 5月の月間 MVP を獲得。オールスターゲームにも出場し、2年ぶりの2桁勝利となる10勝を達成。防御率は自己最高の2.84だった。さらに、同年のシーズンオフに行われた日米野球ではカートシリングと投げ合い、MLB 選抜を0点に抑える投球を見せた。 日米野球史上初完封目前の9回一死で死球を与えたところで抑えの大塚明文に交代した。1999年開幕2戦目に先発しこの年監督に就任した野村克也に初勝利をプレゼントし、校長を維持して4月は3勝負けなしで3勝目は完封勝利を記録したが、これがこの年の最後の勝ち星となる。しても勝てない試合が続き、 6月末に戦線離脱。9月頭に一軍復帰したが結局勝ち星は上げれずにシーズンを終えた。2000年開幕当初はリリーフスタートだったが5月には先発ローテーションに加わり前年の不振を巻き返しチームトップの受賞を上げ規定投球回数もギリギリではあるがクリアしリーグ6位の防御率だった。2001年3月30日の読売ジャイアンツとの 開幕戦で3対12と大敗していたため、6番手として調整のためにマウンドに上がったが、清水高行に満塁本塁打を浴びた。結果的に巨人に2994年の福岡、大英ホークスに並ぶ開幕戦最多得点記録を検証した。その後も不審で1勝6敗、防御率は6.38の成績に終わった。しかし、 オフの契約公開の席で、これまでの実績を盾に、年俸のアップを要求。認められない場合は、ポスティングシステムでのメジャー移籍を要求。球団、ファンの両方から、大いに反発を買う。この騒動は、新監督の星野千一の仲裁で収まる。2002年は故障で出遅れ一軍での初登板が7月4日となったが、藤川球児、安藤優也、 藤田太陽といったローテーションの谷間を務めた投手の中では5勝4敗、防御率3.02と一番の成績を残した。メジャー行きは断ったものの、新城強しらチキからメジャーの情報は細かく聞き出しており、9回再編時はメジャー行きも視野に入れていたという。2003年はイラブ秀樹、下柳強の加入もあり、 前年よりさらに少ない2試合の当番で1勝1敗、防御率9.00に終わった。チームが18年ぶりのリーグ優勝を決めた9月15日には、怪我のために軍調整中だったヤブ、浜中おさむらが、これまでの功労者として一軍帯同、胴上げ参加を認められたが、川尻は、胴上げ参加を、俺の行くところじゃないと拒否し、大英との日本シリーズにも、当番機会はなかった。 同年のシーズンオフに前川勝彦との交換トレードで大阪近鉄バファローズへ移籍。2004年6月13日に球界再編問題でオリックスとの合併案が浮上。この時には自身の登板日にもかかわらず試合開始直前まで熱心に署名活動に参加したり登板のない日には試合に出場する他の選手にあとは俺がやっておくから安心して 試合に行って来いと声をかけ、吉田秀彦ら交友関係のある友人に協力を求めるなど、精力的に活動し、最後まで、球団合併阻止に力を尽くした。しかし、シーズンでは20試合に登板して4担当を、記録するも、4勝9敗、防御率4.26に終わった。2004年シーズンオフの分配ドラフトで東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍。 2005年はわずか2試合の当番で0勝1敗、防御率8.64の成績に終わり、その年のシーズンオフに戦力外通告を受け、現役を引退。その後、緊急地震速報システムメーカーの顧問に転身、2006年緊急地震速報装置の特約店を仙台で設立。阪神時代の1995年に阪神、 淡路大震災を経験しており、人の命を守りたいと思ったからだという。2009年5月に解雇され、給与の見払いを理由に同社を提訴したが、2010年10月15日に雇用契約を結んでいたとは断定できないとされ、敗訴した。2007年、松坂大輔が、ジャイロ回転のスライダーを投げているのではないかと噂になったとき、ジャイロ回転のボールを投げられる投手として、 TV 各局の取材を受け、実際に投げてみせた。その際、現役時代より太っていたため、増田岡田が自身のラジオ内で、亀山つ以来の太り方とネタにしていた。その後は、2006年から2年間、宮城テレビの野球解説者を務めていたが、2013年3月15日に、群馬ダイヤモンドペガサスの投資コーチに就任することが発表された。 2014年からは、監督に就任。監督初年度はチームを5年ぶりとなるリーグ、総合優勝に導いた。2015年10月29日、契約満了に伴い、監督を辞任。2016年、韓国プロ野球ファンファイーグルスのインストラクターとなった。2020年12月、東京、新橋に居酒屋、虎戦士居酒屋虎尻をオープン。虎尻は、 開店から2ヶ月で移転リニューアルし、2021年5月現在は、店名を、タイガースタジアムに、改めて、実業家として活動している。2021年5月28日放送の、b s 1にの、プロ野球中継の交流戦、埼玉西部ライオンズ、対阪神タイガース戦に副音声として、ゲスト解説者として出演する。阪神時代。 開幕投手を打診されながら開幕投手をしたって年俸が上がるわけじゃないと発言したり、1997年の脱税事件関与、2001年のメジャー遺跡騒動をはじめとする契約公開でのトラブルの多さからお騒がせ男のイメージがついて回った。しかし、2004年の球界再編問題での活躍やファンへの対応などの評判は良かった。入団当初は、 急速が時速1 4 0キロメートルを超えていたが、年々急速が落ちた。しかし、変化球に磨きをかけ、ジャイロボールを習得するなどした。持ち玉は、スライダースローカーブシンカーシュートなど。かつては、中和睦を小林茂、上田次郎ら多くのサイドスローの先発投手がいたが、年々、サイドスローの投手はリリーフでの起用が多くなっており、 先発投手はほぼ皆無である。川尻が、現役時代のセリーグでは、巨人、斉藤正樹が怪我のために登板数が減った1998年以降は、貴重な先発サイドスロー投手でもあった。ありがとうございます。